テーマにしている作品を作っているんですけど、まあ、なんか動物って、まあ犬とかだったら、犬は尻尾を振ってたらこう喜んでいるとか、猫がこうラクダみたいな背中をしたら怒っているとかっていう、そういうのって、まあ、基本的にあると思うんですけど、そういうのって僕の中でこうテンプレートみたいな感じだなと思って、動物一匹一匹ってもっといろんな考えとかこう深い感情とかっていうのがあると思って、こういう顔にフォーカスしたこういう作品を作るようになりました。で、まあこういうなんかぼやっとしたようなシルエットなんですけど、これの意味が、動物とこう目と目をこう向き合ってこう何を考えているのかっていう、なんかそういう状況を、表したような作品にしたくて、人間のこう視野とこうぼやっとこう消えていく感じじゃないですか。そういうのを、このシルエット、このぼやっとした感じのシルエットにして、表情にこうフォーカスした、作品にして、こういう形になっています。で、まあ、この今回の特典は、1年半ぐらいのものなんですけど、壁ごとにこう、まあ右からちょっと古い順番になってるんですけど、素材をちょっといろいろな素材を使ってみたくて、最初は練りゴムを使ってたんですけど、その右の壁から練りゴム使っていて、真ん中の壁のものは樹脂粘土を使っていて、それで一番左の壁のものが最近のものなんですけど、オーブン粘土といってオーブンで固まる粘土を使っています。まあ、素材的にはこう伸びたりするような感じの同じようなものなんですけど、自分でこういろいろ使ってみたくて、今回はこのような展示にしました。この土台が最近のやつは、木のパネルでこう作っていて、この木の枠を自分でこうカットして、その上からこう表面に張っていってるっていう、こう状態です。最近は基本的な、全体的には同じ作り方なんですけど、今回はちょっと最近使っているオーブン粘土をちょっと使って作り方を説明したいんですけど、粘土をこう紐のようにこう伸ばしていって、まあ、今回はちょっと2色濃い、紺色を使って説明したするんですけど、色を交互に置いていって、それで指でこう圧縮して伸ばしていくっていうのを繰り返して作っています。はい、この大きい作品だけちょっと他の技法がちょっと違いまして、こういった薄く伸ばしたこう粘土のシート状のものをこう壁にこうひたすらこう貼っていって、それでこうカッターでえぐったりとかして、こう下の層とかが見えて、こう複雑な見え方に